そうか、なんかちょっとできそうな気がしてきたぞ。うん、なんか嬉しいな。もう一回ちょっと実はカメラモードに来てるんで、モニター見ながら全計画ももっとできるはずなのに、おかしいな。構えて、アグレッションの時に、はい、で、初期動作まずそうですね、初期動作コントロールしながら、はい、で、トップ行ってもらって、そうですね、ちょっと上向きな、そうですね、上向きな方向に少しこう、その流れですよね。よいしょ、これ、ちょっと見かけましょうか。もう当たんなくていいと思います。本当ですか、これどうしたらやっぱり、ね、もうちょい 上向きなアングルをだ一緒にそこをやっていきますか。上向きというのはフェースアングル。そうですね。ああなるほど、なるほど。でフェースと、はい、フェース右手のひら、はい、左手の甲っていうのは大体あるほど、なんか連動性あるじゃないですか。はいはいはい、そこはやっぱもうちょい上向きで作ったんですけど、あとここ結構オープンフェーズに入ってきますよね。ああ本当だ、はい。大体この辺りって、例えばこっちのもう一個の画面を見たい、はい、だって平均的にこういう甲が上向くっていう、はい、12時系で、ここでね、はい、12時系の向きですよ、はいはい、下手したら10時ぐらいの可能性あるじゃないですか。あ、本当ですね。で、ちょっとこう、一旦線借りて消して、でもちょっとオープン気味に入ってきてます。はい、はい、入ってきます、うん、本当だ。そう、だからクラブはちょっとこうなんて寝てる状態なんですね。立ってきてない状態です。でこれはもうトップ切り返し近辺の、まあ、この後の向きの関節の向きの力で作れますから。なるほど、はい、だ全体的に発生しているプレーンのポジションというのは大幅な改善です、はい、あ本当ですか。だいぶ大幅に改善をしてきてますけど、この中でクラブを立たせていく動作を一緒に作っていただくと、はいはい、当たんないという現象になっちゃう。なるほど、もう一回やりましょうか。あ、お願いします。あ、OK、OK。ということはフェースの面ですね、フェースのアングルを作っていく、うん、これなら OK ですか。もう一回、そうすると画面見ながら切り替えるフェースがこの向きになるでしょ。さっきちょっと言われましたけど、こっちも向きですね、はい、これはもうこっちもいながらちゃんと立ってきます。そっか、ここか、はい、ここからこうやる。そうそうそう、ってことは特近辺の向きもなんとなく見えてくるでしょう。あ、そうか、こう、そう、切り返しで、まあ、この、はい、そうですね、このぐらいのフェースアングルにしてくださいと、こっちが NG ですよっていうふうにやっていくと、そこから逆算してトップを考えていくと、やっぱりちょっとこうアングルが、そうですね、ね、うん、だから逆算 C のここですもんね。そう、ここに持ってもらえる。そう、そうなんですよね。こうやってこう、でこう、さっきとはちょっとアングルのイメージが変わってくると思うんですよね。はい、ちょっと今は正直どうなったかが想像つきません、自分で。どうなっているのか。はいはい、だいぶ反応出してる。ちょっと、アングル的にはそうそうそう。ああ、いいじゃないですか。こっちのアングルの作り方もクラブ立たせられますからね。なるほど。要するにもう、ここまでちょっとさっきの、このここで、ここを作ってそのままこう当てればいいから、そしたら特近辺の向きも逆算で大体求められると。こう来るよと。そっち系ですよね。ちょっと上向き系ですよね。よいしょ。これちょっと下半身も入れてみました。やりましたね。やりましたね。ちょっと下半身に意識がいってるかもしれないけど、
ああでもね、向きでこっち系が合いますね、小屋さん特にね。クラブ結構立たせられますね、そうすると。こっちの方が立つな。ここしっかり、あの小林さんに多分自分で練習する時間かなり多いと思うの、意外と僕からの、はい、あのお願いとしては、はい、初期動作から、はいはい、初期動作からトップ切り返し筋肉の角度を、はい、結構しっかりやってほしい感じ。はいはい、でも意外とこう初期動作崩れちゃうんでしょうね、おそらくね。やっぱここなんか意識しないとね、いろんなとこ上がっちゃうんです、うん、そこをね、こうやってしっかり、ね、自分でこう球を打つ人なんで、はいはい、やっといてほしいかな。はい、わかりました。